武王は、衆長の創始者。陰を滅ぼし、衆を建てた。文王の自死。道母兄に、白友公、道母帝に、官宿新た、修公誕、再宿度、各宿所、公宿風羅がいる。子は、聖王、東宿を恐れ、宿、当る宿、繁宿ら。父の西子のリが死んだ後、旅償や修公誕を左右に、父の事業の継承に励んだ。 陰の中央は、暴虐な振る舞いが多く、これを撃つために兵を挙げて、名まで兵を進めた。武王は、文王の威廃を掲げ、自らを大使発と呼び、この遠征が父の意志によるものであると宣言した。この時、諸軍に随長がいくつも現れ、諸公が武王のもとに馳せ参じ、その数は八百に達した。これを見た諸公たちは、今こそ陰を倒す時ですと、 一気言だが、武王は、時期尚早と見て、兵を引き上げた。二年後、中央の暴虐は、ますますひどくなったので再び兵を上げた。この時の州の兵力は、戦車三百乗、主官三千人、武装兵四万五千人であった。一方、陰軍は七十万を超える大軍を繰り出し、両軍は牧野で激突した。 陰軍は大軍であったがその大半は奴隷兵であり、奴隷の中には因により他の部族からさらわれてきたり、戦争の時に捕虜になったりした者が大勢いたため客に武王の到来を歓迎する者まであり、衆軍が攻めてくるとそれらの兵士は後ろを向いて、陰軍に攻めかかった。大敗した中央は首都に逃げ帰り、そこで昇進自殺を遂げた。それを追ってきた武王は、 中央の遺体に三本の矢を打ち込み、焼けただれた首を黄金のまさかりで落とし旗の先に掲げた。陰を滅ぼし天使となった武王は父、西の政に文王と、追合した。また、三角神によって中殺された悲観の墓を改装し、幽閉されていた騎士を解放し、朝鮮に封じた。そして、三角神の異母兄であるほの御家に、陰の祭祀を続けさせ、僧に封じた。 さらに古代の西王たちの子孫を探し出し、それぞれ封じた。その後、後進たちの論考交渉を行い、次のように封じた。武王はこの他にも、南方の呉に逃れた王子の大白、愚中の子孫を探し出し、改めて呉に封じ、その弟を北方の恐れに封じた。武王は、首都の後継以外に、楽遊を吹くととし、天下の武器を排して、 兵士を故郷に返すことでも大戦いはしないという意思表示をした。その後、ほどなくして武王は病にかかった。後継者であるこの聖王はまだ年少であったため、周の行く末を後進の旅将と同母帝の周公単に託し、病没した。武王は夏の吕、陰の塔を父の文王と並び聖王として後世に崇められている。また、 同居においては武王を霊法転孫の決心とする場合もある。ありがとうございます。